おはろう、マリサ。おはろう、霊夢。風邪ひいたっぽいぜ。熱は？ないぜ。お休みはありません。でも、季節の変わり目だから、体調を崩しやすいわよね。心当たりみたいなのは、あるの？それがわからないと、何度も繰り返しちゃうから。それがないんだよな。コンビニ行くときは、あったかい格好してる？半袖だな。は？近いからいいかなって。言い訳ないじゃない。もしかして、パジャマも夏用のまま？そうだな。布団は暖かいのにしてる？さすがにそれはしているぜ。でも、起きたら掛け布団がどっか行って、冷たくなって、カブトムシの幼虫みたいな格好をしていることが、多いんだよな。それじゃない。もう子供じゃないんだから、体調の不調は自己責任よ。いきなり厳しいぜ。当たり前でしょ。あまりにも当然のことをしてなさすぎて、心配する気も失せたわ。当たり前のことをしていて、なってしまったなら心配もしようものだけど。当たり前のこともしないで、当たり前のように風邪をひいて、それで心配してほしいなんておこがましいわ。辛辣すぎる。赤信号を無視して車にはねられたら、なんで赤信号なのに無視したの？ってなるでしょ？それはそうだが。言い訳無用。さあ解説を始めるわよ。ふえ、ゆっくりしていってね。この動画には、過激な表現や画像が含まれます。苦手な方のご視聴は、おやめください。今回解説するのは、ドナルド・ヘンリー・キャスキンス・ジュニア。彼はサウスカロライナで活動した、アメリカのシリアルキラーで、10人以上もの命を奪っているんだ。特筆すべきは？彼が言うには、100人以上の命を奪ったってことだね。こりゃまた、ヘビーな奴が来たな。この事件もかなり昔で、彼の幼少期の資料などはないから、できるだけ、状況に応じた資料を使うようにはするけど、それができない場合は後年の、キャスキンスの写真を使わせていただくわ。わかったぜ。ドナルド・ヘンリー・キャスキンスは、サウスカロライナ州フローレンス郡で、ユーレア・パロットと、不特定の男性との間に、1933年3月13日に、私生児として生まれたんだ。私生児。これは、家庭環境がひどそうだな。キャスキンスは後に、自らの出生に対して、特別に幸運に生まれたと語っているんだ。え？私生児って言うからにはひどいものと思っていたが、そういうわけじゃないんだな。しかし、キャスキンスのこの主張に、同意する者はほとんどいないだろうね。え？どういうことだ？なんて言ったって彼は、自分の名前を13歳まで、知らなかったんだから。は？それまで、なんて呼ばれていたんだ？いつもジュニア・パロットか、生まれながらにして小柄であったため、PE と呼ばれたんだ。生まれてから、自分の名前が呼ばれないって、すごいな。私生活に、影響が出そうなもんだが。PE って、どういう意味だ？おちびさん、という意味だね。なるほど。実際、彼の成人時の体格は、163センチで、体重は59キロだったよ。本当に小柄だな。もちろん、彼を名前で呼ばない母親パロットが、キャスキンスを愛し、きちんと育てたかは言うまでもないよね。まあそういうことだよな。母親は、特会引っかえで男性と同棲し、その男性の多くはキャスキンスに対し、軽蔑の眼差しを向け、虐待をしているんだ。自分の子供じゃないし、ただ邪魔なんだろうな。母親はネグレクトで、その様子を黙って見ているだけだったよ。本当に、なんでこういう人は、子供を持つんだろうな。子供がいない方が、自由にできると思うんだが。アメリカで堕胎が合法化されたのは、1973年の、ロー対ウェイド、という最高裁判所の判決によるもので、この判決により、女性の、妊娠中絶の権利が認められたんだ。ってことは、それまでは堕胎が認められていなかったから、できてしまったら産むしかなかったのか。こうやって望む。この件に関しては、あまりにも難しい問題だから、下手なこと言っちゃダメよ。は、はい。聞き分けいいじゃない。正直私も、親になった自分を想像できないしな。子供を育てるって、すごいよね。ごもっともだぜ。とりあえず、私がマリサの親だったら、ネット環境を全部取り上げるわ。おにぃ、人殺し。こうしてキャスキンスは、複数の大人の男性との生活を、経験しているものの、実の父親は誰であるかはわからず、父親という存在を、知らずに育っているんだ。この様子だと、母親というものがどういうものかも、わからなそうだよな。私には、父さんが残した熱い思いと、母さんがくれた、眼差しがあるからな。二人には、もっといろんなことを、教えてもらうべきだったわね。この野郎。あら？失礼ね。野郎じゃないわ。ぐぎぎぎぎぎぎぎ。母親は、その複数の男性の一人である、ヘンリー・マクラーレン・キャスキンスと、結婚しているんだ。一応、結婚はしたのか。もちろんその父親も、キャスキンスに対して愛情を持って接することはなく、虐待をしているよ。子供は親を選べないからな。最終的にキャスキンスの他に、4人の、異父兄弟ができているんだ。結構な大家族だな。生活ができているのが救いか。しかしキャスキンスは、暴力は日常生活の一部であり、私は決して虐待されていたわけではない、と固く主張しているんだ。もう、前提がおかしくなっているな。DV 彼氏と、別れなよって言われて、でも、あの人優しいところあるからって、別れられないくらいおかしいこと言っているぜ。例えがひどすぎて、私は愕然としたわ。こういったことから、彼の思考は他の人たちと、明らかに異なっていたんだ。ただ、それに気づくのって、きっと難しいよな。
キャスキンスは、変わった人物として知られており、特にその独特の感性は、世間すれしており、それが彼の持ち味として、自身でも理解しており、ユーモアのセンスが鋭く、フレンドリーで愉快な性格として、周りからは親しまれていたんだ。ああ、逆に、そういう変わった部分を、持ち味にしたのか。後にその性格は、人に取り入り、操ることにたけ、他人を巧みに操る、詐欺師であると評されたんだ。よく言う表現の仕方と、悪く言う表現の仕方がすごいな。キャスキンスが1歳の時、誤って灯油のボトルを飲み、3歳まで、痙攣を起こしたと伝えられているよ。灯油？大丈夫なのかそれ？キャスキンスが回想するには、彼は幼い頃から、女性に腹を立てることが多く、彼自身、その怒りをうまく説明できなかったんだ。彼はそれを、溶けた鉛の玉が腹の中で転がり、背骨を伝って、頭の中に入ってくるような感じ、と表現しているんだ。なるほど。全然わからん。そんな彼が学校に通い始め、同じ年の子供たちと接するようになると、彼の暴力的な側面が露出したんだ。殴ることでしか、スキンシップの取り方を知らないんだろうな。他の生徒たちと、毎日のように喧嘩し、教師からたびたび、罰を受けているんだ。今の時代であったら、個別面談してとか、いろいろと対応するだろうが、この時代にはないよな。この時ゲスキンスは、人間に対する、激しい憎悪と戦っていたと、振り返っているよ。子供ながらに、そんな憎悪を感じるっていうのも悲しいよな。私の子供時代なんて、楽しいかどうかしか考えたことなかったぜ。キャスキンスは手先が器用で、機械やモーターの周りに、特に興味を持ったんだ。興味を持てることが、見つかるってだけでもいいよな。それが支えになることだってあるし、人生を必ず豊かにしてくれるぜ。11歳で学校を辞めると、地元の整備工場で車の修理をしたり、家族の農場を手伝ったりして、過ごしているんだ。学校を辞めてしまったのか。そして彼は整備工場で、彼の犯罪人生を決定づける、出会いをしたんだ。ってことは決して、まともな出会いっていうわけではないな。それは、整備工場で働いていた、ダニーとマーシという、二人の少年との出会いだったんだ。二人は素行が悪く、三人は暇さえあればつるむようになり、トラブルトリオと自称する強盗団を、結成したんだ。トラブルトリオ、スーパーで、お菓子を万引きとか、するようになったのか？閉店後のガソリンスタンドから、ガソリンを盗むことから始め、挙句、女性に性的暴行を加え、彼らはやがて、ダニーの前科のある父親の助言を受けながら、住宅強盗を繰り返すようになったんだ。想定していた、10倍は過激だったぜ。にしても、助言をするって、子供がやったことは、自分とは関係ないし、その利益も享受できるからってことか？こうした人物がいたら、どんどんエスカレートするだろうな。強盗で得た金で、古い車を買った彼らは、チャールストンや、コロンビアの売春婦を訪ね歩き、遠くまで足を伸ばしたそうだよ。やばすぎだろ。善悪の垣根がなくなったトラブルトリオは、そのメンバーの一人である、マーシュの妹を強姦したんだ。おい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 、身内にそんなことしたのかよ。不良は身内には優しいって、相場が決まっているのに。行為が終わった後、マーシュの妹に対し三人は、誰にも言わないように脅し、金を握らせたんだ。兄貴なら、守るとかしろよ。しかし、妹の口を封じることはできず、親に話したんだ。それを知ったマーシュの親は、激怒したんだ。そもそも、息子の素行の悪さを、どうにかするべきだったな。キャスキンスとマーシュは、納屋で手首を縛られ、親たちに血まみれになるまで鞭打ちをされたんだ。え、マジで？てか、あれ？もう一人は？ダニーの父親は、ショットガンを持ち出し、ダニーをかばったそうだよ。そのため、そのきつい折檻をダニーだけは、受けることはなかったんだ。それって、三人の友情に、ひびが入るだろうな。トラブルトリオは、その日を境に、再び集まることはなかったんだ。やはりそうなるか。マーシュやダニーは引っ越し、キャスキンスだけが残されたんだ。キャスキンスは、一人でも犯罪行為を繰り返すのか？彼はしばらくの間、一人で行動していたよ。仲間がいるからとかは、まだ百歩譲ってわかるんだが、一人でもこういうことをするのか。別の、10代の不良少年と出会い、その頻度は増していったんだ。やはり、群れる傾向があるな。1946年の、ある土曜日、彼は空き巣に入る家を探し、徘徊していたんだ。そして一軒の家に目星をつけ、侵入しようとしていたところ、それに気づいた家主である女性が、斧を持ちゲスキンスと対峙したんだ。女性からしたら、怖すぎるもんな。彼女は、キャスキンスと揉み合いになり、彼は彼女に掴みかかり、斧を取り上げ、頭に斧を振り落としたんだ。嘘だろ。それって、本当に死んじゃうぜ。女性は、腕で身を守ろうとした際に、腕と頭に重傷を負ったんだ。躊躇なくそんなことが、できるもんなのか。彼女はすぐに発見され、病院に運ばれ一命を取り留め、彼女の証言により警察は、キャスキンスの身元を突き止め、確かな殺意に基づいた凶器による暴行で、刑務所に収監されたんだ。おお、捕まったんだな。よかったぜ。このまま外にいたら、本当に取り返しのつかないことになるのは、明白だもんな。この裁判の際に、彼の名前が読み上げられ、彼自身、自らの名前がドナルドであると、初めて知ったんだ。この時だったんだな。判事は有罪を宣告し、18歳の誕生日を迎えるまで、サウスカロライナ工業少年院に収容することを、勧告したんだ。っていうと何年だ？
こうして13歳の彼は、フローレンスにある少年院で、5年の刑を宣告され、そこで5年間入所しているんだ。5年もいれば、ある程度は変わるだろ。さすがに。ね。キャスキンスは後に、自分が育った場所から数マイル離れた、フローレンス近郊の州立少年院で、本当の教育を受けた、と語っているんだ。やはり、少年院ってことだし、しっかりと学んでいるんだな。きっとそこでの暮らしで、初めて、人間として接せられ、愛を知ったんだな。しかし、彼にとって、そこの暮らしは壮絶なもので、他の収容者たちから定期的に、侵されていたんだ。念のため、刑務所内で愛を育んだとか、そういうのは？あるわけないでしょ。収容されて2日目の夜、キャスキンスはシャワー室で待ち伏せされ、20人の少年グループに、暴行されたんだ。あれ？全員男だよな？そうだよ。全員、同性愛者だったってことか？いや、これに関しては、キャスキンスの性別は全く関係なく、ただ、性欲処理の道具として扱われていたってことだね。ああ、少年院だし、若いさ、男の子が多いからか。こういうことが、普通に横行しているのか。その後、彼は自分の身を守るために、囚人たちを取り仕切る、ボスボーイから保護を受ける選択をするんだ。守ってくれる人がいるのか？簡単に言うと、ボスボーイの持ち物になるってことだね。ボスボーイからの加護を受け、殴られることがなくなる代わりに、彼は毎日侵され、さらに食事も献上し、その他のサービスを要求され、時にはボスボーイは、キャスキンスを他の囚人に貸し出したんだ。そういうことか。これが少年院で起きているとか、えぐいな。塀の中の苦悩から逃れるために、キャスキンスは、最初の脱走を企てたんだ。逃げたくなるよな。入所から13ヶ月後、彼は他の4人の受刑者と共に、少年院から逃げ出したんだ。そんなに簡単にできるものなのか？キャスキンスを除く全員は、翌日の午後には捕らえられたものの、キャスキンスは、トラックの荷台に隠れ移動し、かつて、トラブルトリオの仲間たちと共有していた、溜まり場に身を隠したんだ。でも、家にも帰れないし、捕まるのは時間の問題だろうな。地元の警官が彼を見つけ、自首するよう説得したことで、彼は再び少年院に戻ったんだ。食べ物もないしな。彼には脱獄の罰として、鞭打ち30回と、30日間の、重労働隔離を受けているんだ。この時代の罰は、鞭打ちとかなんだな。刑期を終えたキャスキンスは、寮に戻り、また以前と同じように、ボスボーイの持ち物となったんだ。地獄だろうな。こうして彼は、再び脱走を企てたんだ。え？また？一回やったら、さすがにもう、マークされるだろ？二度目の脱走では、共犯者を一人選び、6日間逃亡を続けたが、警察犬による追跡からは逃れることはできず、捕まっているよ。捕まったとしても、外に出れているのか。セキュリティ、どうなっているんだよ。この時の罰は、鞭打ち50回と、4ヶ月の重労働だったよ。かなりきつそうだな。寮に戻ったキャスキンスは、新しいボスボーイの、所有物となったんだ。今まで一貫して、人として扱われていないんだよな。辛すぎるな。一人でも幼い頃の彼を、人間として接してくれる人がいたなら、変わっていたのか？このボスボーイは、特に俺が、下になっているのを見るのが好きだった、とキャスキンスは語っているよ。そんなの、聞きたくもないぜ。キャスキンスは、3度目の逃亡を企て、実行したんだ。キャスキンスも、懲りないな。今度は共犯者を連れず、一人で決行したんだ。ウィリアムズバーグ群馬で、南下しているんだ。目的地はあったのか？いや、おそらく気の向くままに、移動しているわ。なんとなく、南下しているんだな。しかし、警察の追跡から逃れることはできず、署長が寛大な処遇を約束したため、おとなしく少年院に戻ったんだ。こうして脱獄を繰り返すのも、本当に逃げたいというわけではなく、自分を気にかけてくれるのが、嬉しかったんじゃないのか？しかし、その約束は嘘だったんだ。そこは筋を通せよ。曲がりなりにも、お手本になる大人を見せなきゃじゃないのか？少年院に戻ったキャスキンスは、さらなる隔離と、毎晩20回の鞭打ちの刑罰を受けるんだ。7日目には限界を迎え、高熱を出し、意識を失い、コロンビアの州立精神病院に、5週間収容されたんだ。さすがにエグすぎ。大きな怪我の後は傷口が感染したりして、発熱するっていうもんな。毎日、20回の鞭打ちとなると、傷が治る暇もないし、そうなってもおかしくないぜ。また、彼は盲腸が破裂しており、緊急手術が行われているんだ。盲腸が破裂？どうなってんだ？一体。正気であり、通常の工事に適しているとみなされたキャスキンスは、1950年に、少年院に送り返されたんだ。看守は彼に対して、すぐに鞭打ちをちらつかせ、脅し続けたんだ。トラウマになりそうだぜ。そういった境遇に耐えられなくなったキャスキンスは、次はサムターに逃げ、そこで巡回カーニバルの一座に身を置き、働くことになったんだ。就職できるもんなんだな。カーニバルは、常に移動する都合上、流れ物や前科者なんかが働くことが非常に多く、人の出入りが激しかったんだ。だから、来るもの拒まずみたいな感じだったんだ。だから、キャスキンスも働けたのか。彼は、13歳の一座の女性と恋に落ち、1951年、1月22日に、結婚したんだ。は？彼女と一夜を共にした後、キャスキンスは少年院に戻り、刑期の最後の3ヶ月を、独房で過ごしたんだ。
愛を知ったことで、ちゃんと自分の過去と決別するために、けじめをつけようと考えたんだな。やっぱり、愛は偉大だぜ。こうして彼は、1951年3月13日、18歳で出所したんだ。これからは、まともに生きてほしいものだぜ。18歳の誕生日に釈放されたギャスキンスは、すぐに仕事を探したんだ。カーニバルに戻るってわけではないのか。あれ？嫁さんは？放棄しているみたいだよ。ええー。こうして彼は就職するも、どれも長くは続かず、釈放されてから半年の間に、4つの異なる仕事に就き、最終的に、タバコ農園での仕事に落ち着いたんだ。なんだかんだ、普通に働くことができているのか。もう、普通に働いて、普通に人として生きてくれ。やがて彼は、少年院の同房者と地主と協力して、タバコの納屋にあるものを盗み、燃やし、保険金詐欺を働くことを思いついたんだ。もうやっぱ、こういう生き方しかできないのか？その作戦は見事に成功し、こうして成功したとなると、どうなるかわかる？働かなくなるだろうな。違うんだ。次も同じことをするんだ。そして次も、次も。マジでか。連続して起きたら、絶対に人為的なものだと、疑われるだろう。きっと、社会経験がなさすぎて、目先のことだけで、自分の行動がどういう結末を招くのかとか、考えて動くことができないんだろうな。彼らは、1951年の12月まで、およそ3ヶ月で、6つの納屋を放火し、当然怪しまれ、噂はすぐに広まったんだ。絶対これって地主だけが得をして、そんな役回りはギャスキンスに、押し付けられるだろ。コアク党はこうして、本当に悪い奴に利用されるだけ利用されて、トカゲの尻尾切りされるんだよな。ギャスキンスのパートナーは、危険を察知してか、懸命にも州から逃亡したんだ。しかしギャスキンスは、そのまま残ったんだ。危機管理能力も罰と。ある日、雇い主が、お前が燃やしたんだろう？とギャスキンスに詰め寄ったんだ。前科もあるし、当然疑われるだろうな。問い詰められたギャスキンスは逆上し、雇い主をハンマーで殴りつけ、その娘にまでハンマーで殴りつけ、少女の頭蓋骨にひびを入れたんだ。オーフ。彼が言うには、この逆上は、自分がやってもいないことをなすりつけられ、侮辱されたため、だそうだよ。実際にやっていないのか？いや、ギャスキンスが火をつけているところを、その少女が見ているんだ。じゃあもう、言い逃れはできないな。放火、凶器による暴行、殺人未遂の罪で投獄された彼は、司法取引を持ちかけられたんだ。司法取引？どんな内容？その司法取引において、検察は有罪答弁の見返りに、18ヶ月の禁錮刑で済ませることを約束したものの、ギャスキンスは、書面での取引に応じなかったんだ。すべてを認めれば、1年半の刑期で済ませるよってことか。放火に暴行、殺人未遂ってことなら、絶対に応じた方が良くないか？そのため、グレニカー判事はギャスキンスに5年の刑を宣告し、ギャスキンスが判事を罵ったため、侮辱罪としてさらに、1年の刑期を追加したんだ。なんて言うんだろうな。本当に短絡的というか、単細胞というか。1952年秋、少年院ではなく、サウスカロライナ州の刑務所に入った時、ギャスキンスはそこを、この世で最も寂しそうな場所、と感じたそうだよ。まあそうだな。キャッキャしていたら、逆に怖いぜ。彼にとってその場所は、自分が見知った場所と差して変わらず、新しい顔ぶれがいて、新しい規則を覚えなければならないだけで、今までの生活と、変わっていなかったんだ。13歳からずっといた場所と、ほとんど変わらないもんな。領とボスボーイの代わりに、州立刑務所には独房棟があり、グループを取り仕切る、パワーマンがいたんだ。パワーマン？刑務所のヒエラルキーの上位にいる、グループを取り仕切る、ボスボーイみたいな人のことだね。時には他の囚人を守ることもあるんだけど、暴力や脅迫を用いてその地位を維持したり、その権力を乱用することもあるため、トラブルの原因となるケースもあるよ。もちろん、彼の境遇は以前の少年院と同じで、奪われ犯されることだけが存在価値の、惨めな囚人だったんだ。本当にきついぜ。それから6ヶ月間、彼を好きにするパートナーと、独房を共にしながら彼は考えたんだ。何を考えているんだ？自分を救う方法だよ。どうすれば、この境遇から抜け出せるかを、考えたんだね。どうにもできないだろ。そして、彼の導き出した唯一の方法は、パワーマンになることだったんだ。それができたら、苦労しないだろ。そのために彼は、最も強く、最も悪名高いパワーマンを、探し始めたんだ。一番、力を持っているパワーマンを、どうするつもりなんだ？もちろん、中途半端なことをしたら、報復されることは目に見えているから、命を奪う前提でね。え？こうして彼は、ヘイゼル・ブラゼルという囚人を選んだんだ。彼はその刑務所で、最も恐れられる人間だったんだ。ブラゼルに気に入られるために、ギャスキンスは差し入れを持参し、ブラゼルの独房の周囲にいつも姿を見せたんだ。そして、ブラゼルのグループの一員として、受け入れられたんだ。これじゃあ、普通に取り入っているだけだな。まあ、参加に入れば安全だろうが。ブラゼルが、ギャスキンスをグループの一員として認めて、何度目かの訪問の際に、ギャスキンスは、トイレにいるブラゼルを見つけたんだ。彼はここぞとばかりに、調理室から盗んだ果物ナイフで、ブラゼルの喉を切り裂いたんだ。は？突然のことに呆然としているブラゼルの側近に、警備員が来る前に、逃げるよう警告したんだ。ここで他の人々を巻き込んだら、自分が恨まれるから逃がしたのか。彼はこの時のことを、自分でも驚くほど冷静だった。
あまり何も感じなかった、と振り返っているよ。本当に命を奪ったのか？彼は、喧嘩でブラゼルを殺したことを認め、殺人罪から、過失致死罪として認められ、元々の刑期に、3年追加されるのみにとどまったんだ。ってことは、合計9年の刑期ってことか？彼にとって、刑期が伸びたところで、それは大きな問題とはもうならなかったんだ。なぜなら、刑期が何年であろうと、刑務所の中で誰かを恐れる必要は、もうないのだからね。彼にとって、これは転機だったんだ。そんなに、うまくいくもんなのか？普通に、ブラゼルを慕っていた囚人からの、報復がありそうなものだが。彼は、独房で6ヶ月を過ごし、一般房に戻った彼には、変化が訪れたんだ。確かに、一般房よりも、独房の方がデスキンスにとっては都合がいいだろうが、戻った時が怖いよな。彼に感謝を伝える者が現れ、今まで彼を、ゴミのように見ていた人間ですら、一目置くようになったんだ。マジで？だからこそ、最も悪病高いパワーマンであった、ブラゼルを選んだんだ。すごいな。今まで、PE として馬鹿にされた彼は、初めて人から尊敬され、支配的な立場となったんだ。そして彼は、パワーマンとなったんだ。成功したっていうことか。しかし、そんな幸せの中にいたギャスキンスに、1955年、妻が離婚を申請した、という知らせが入ったんだ。そういえば、ずっと放置だったもんな。でも、放置しているくらいだし、気にしないだろ。彼は深く傷つき、ゴミ収集車の荷台に隠れて、脱走したんだ。この時代の刑務所は、警備が緩いのか？有名な、スーパーマックス刑務所なんかは要塞だし、場所によるんじゃないかしら。なるほどな。その後、車を盗んでフロリダに向かい、レイクウェールズで、別のカーニバルに就職したんだ。妻の元に、向かったというわけではないのか。そこで、別の女性と出会ったんだ。その女性は19歳で、ギャスキンスより、3歳年下だったんだ。ギャスキンスにはなんか、魅力みたいなものがあったのか？しかし、そこでの結婚生活は2週間しか続かず、彼は彼女を置いて旅に出たため、結局2人は離婚しているよ。前の嫁さんとは、どうなったんだ？無事、離婚しているよ。だろうな。なんで結婚するんだ？さらに彼は、再びカーニバルの一座に加わると、新しい恋人を作ったんだ。モテるんだな。彼女は、ベティ・ゲイツという名前で、しなやかな体が魅力的な、曲芸師だったそうだよ。二人は、一緒に一座を離れ、ギャスキンスの盗んだ車で、テネシー州クックビルに向かったんだ。到着するとゲイツは、彼女の兄が逮捕されていることを、告白したんだ。やはり、彼女も訳ありなのか？ギャスキンスは、その兄に、タバコ1箱を差し入れしてほしいと、タバコを渡されたんだ。自分で行けばいいのに。彼は、言われるがままに兄に面会し、タバコを差し入れたんだ。そしてその日、モーテルで寝て起きるとモーテルから、ゲイツと自分が乗ってきた盗難車が、亡くなっているのに気づいたんだ。彼女が出かけたものだと考え、彼女の帰りを待っていると、代わりに警察が訪ねてきたんだ。そして彼は逮捕されたんだ。え？なんでそうなったんだ？罪状は、脱獄幇助だよ。脱獄幇助？理解が追いつかないのだが。実は、ゲイツの兄という人物は、実際は夫であり、彼女が差し入れとして持たせたタバコには、カミソリが隠されていたんだ。そして、それを使ってゲイツの兄は脱獄したんだ。そして、ゲイツの兄の痕跡をたどって、ギャスキンスにたどり着いたんだ。なるほどな。まんまと利用された形だな。保安官は当初、騙されたというギャスキンスの話を、受け入れたものの、彼の過去の犯罪と脱獄が判明し、彼は脱走幇助で、3ヶ月収容され、そこで他の受刑者をナイフで刺した罪で、さらに6ヶ月服役したんだ。そういえば、脱獄してそのままだったよな。刑期を終え、サウスカロライナ州の刑務所に戻されると、すぐ FBI 捜査官が彼を訪ね、州境を越えて、盗難車を運転したとして、連邦ダイヤー法違反で起訴されたんだ。連邦ダイヤー法違反？州を越えて、車の運転をする際に発生した犯罪行為に対して、連邦政府が介入できるようにするための法律で、州ごとの法律が異なる場合でも、一貫した取り締まりを可能にしているんだ。なるほどな。ってことは、車を他の州で盗んで、もしバレても、罪が比較的軽い州で売って、捕まっても軽傷で済ませるなんてことが、できなくなるのか。この罪で有罪判決を受けると、彼は、ジョージア州アトランタの連邦拘置所に、3年間収監されたんだ。もはや、人生よりも刑務所にいる時間の方が、よっぽど長いな。あなたは間違いなく、家にいる時間の方が、圧倒的に長いわよね。うるせえな。1週間に、どれくらいの時間、外出しているの？ 1 時間くらいじゃねえか。よくそれで、生活できているわね。外に出たいとか、思わないのかしら？一国一城の主が、国を開けるわけにはいかないだろ？私には私の、最後の領地を守る責務がある。かっこよく言ったつもりかしら？一人の国なんて虚しいだけよ。たまには認めてくれよ。キャスキンスは後に、この刑務所での収容を、犯罪の大学教育だったと語っているんだ。自分の収容歴を皮肉っているのか？その刑務所では、マフィアのドンとの呼び声も高い、フランク・コステロのボディーガードが、脱税とカジノでのスキミングにより逮捕され、収容されていたんだ。ギャスキンスの過去の犯罪歴を聞いたボディガードは、彼を評価し、小さな殺し屋と呼び、出所したらうちに来ないかとスカウトされていたそうだよ。お、おう？きっと嬉しかったんだろうな。
誰からも、必要とされたこともないだろうからな。連邦刑務所での刑期は、裁判所が便宜を図り、サウスカロライナ州での残りの刑期と、同時に消化することとなったため、1961年8月に仮釈放となったんだ。そんなことがあるんだな。彼の出所の際には、新しいスーツと20ドル、そしてフローレンスに戻るバスの切符を与えて、彼を釈放したんだ。ここまで来ると、犯罪以外の生き方を知らないだろうし、またすぐ捕まるだろうな。キャスキンスの言う、刑務所での大学教育で何を学んだにせよ、人として生きるための講義は、履修していなかったことは間違いないな。うまいこと言うじゃない。行く当てのないキャスキンスは、母親と警婦の家に滞在したものの、警婦と口論になり、キャスキンスは警婦を脅しつけたため、家を追い出されているんだ。そこから、いとこの家に身を寄せ、車の修理で生計を立てようとしたものの、やがて以前の、住宅強盗のパターンに戻ったんだ。やっぱりそうなるのか。彼は、警察の追跡を恐れたため、巡回伝道師、ジョージ・トッドの下で、牧師の万能運転手と、彼のアシスタントとして働くようになったんだ。伝道師？ってことは、一緒に行動するうちに。トッドはキャスキンスに、教えを説いたそうだけど、彼には何の影響も与えなかったそうだよ。ですよねー。それどころか、移動中に強盗に入れる家を探し、強盗し、盗めるものは何でも盗み、道行く買い手に売り払ったんだ。各地を転々とする都合上、キャスキンスはそこまで深く考えていなかっただろうけど、警察が彼の強盗を追跡することを、困難なものとしていたんだ。キャスキンスにとって、移動する生活は都合が良かったんだな。その途中、1962年に、3番目の妻となる、17歳の女性に出会ったんだ。もちろん、結婚も宗教と同様、キャスキンスを変えることはなかったんだ。結婚で変わるようなら、今頃幸せに、家庭を築いているだろうしな。牧師と行動し、結婚してからしばらくし、彼はフローレンス郡で、12歳の少女を強姦した罪で投獄されたんだ。本当に歩く災害だろ。罪状認否のために、裁判所に連行されたキャスキンスは、窓から抜け出して車を盗み、ノースカロライナ州グリーンズボロへ、逃亡したんだ。まあそうなるよな。一つところに留まっているわけじゃないし、失うものもないしな。ちなみに、その17歳の女性とは、逮捕期に離婚しているよ。捨てたにもかかわらず、彼女を愛するのをやめたのではない。私の中に渦巻いていた、苛立ちと煩わしさだった。私はとても苛立ち、世の中に腹を立て、ただ逃げ出さなければならなかった。全員を、本当に愛していた、と主張しているんだ。奇弁だな。そんなのただの、自分に酔った自己満野郎の主張だろ。その後彼は、再び女性と結婚するんだ。理解できねえぜ。女性も、そんなすぐに結婚をしてしまうのか。しかし、彼の生活はその妻によって、終わりを迎えたんだ。おん。それは、その妻が彼が逃亡犯だと知ったことで、警察に告発したため、彼は逮捕されたんだ。こうして彼は、裁判のために送還されたんだ。女性を大切にしないからだぞ。これはざまあみろとしか。裁判に出廷すると、キャスキンスは12歳の少女と、恋に落ちたから行為に及んだ。それは、正当な行為だと主張したんだ。バカも休み休み言え。正当な行為ってことは、女の子からも同意があったってことだよな。その行為がどういうものか、女の子は正確に理解しているってことだよな。私が12歳の頃は、赤ちゃんはコウノトリが運んでくると思っていたぜ。きっとマリサは、そうやって運ばれてきたんだろうね。フローレンス軍の陪審員たちは、12歳の少女との行為は正当だという、キャスキンスの主張を退け、1964年に、強姦で6年、拘留からの逃亡で2年、合計8年の、有罪判決を受けたんだ。8年。コロンビア刑務所に彼は収容されたんだ。途中、コロンビア州刑務所は、中央強制所と改名されているよ。彼は多くの逮捕歴や、殺人の過去を超えたからかに他の囚人に話し、パワーマンとして、収監中思いのままに過ごしているんだ。もう慣れたもんだな。もはや、家みたいなもんだもんな。1968年11月、フローレンス郡から2年間離れるという条件で、仮釈放されたんだ。めちゃくちゃ、短縮されているじゃねえかよ。キャスキンスは後に、こう語っているんだ。もう、刑務所には戻らないと決めていた。ただ、捕まるつもりはなかったんだ。今までの感じから、絶対無理だろ。捕まるつもりはないってことは、犯行をやめるつもりもないってことか。それは、目撃者を消すことを意味しているんだ。正直、目撃者同行じゃなくねえか ?1968 年11月に、再び仮釈放されるとキャスキンスは、サウスカロライナ州、サムターの町に移り住み、屋根工事会社で働き始めたんだ。とりあえず、働かなきゃだもんな。ちなみにどのタイミングかの、正確な記事はないんだけど、彼は結婚した女性との間に子供を設けており、この時期から一緒に生活しているんだ。そしてキャスキンスは、その翌年から犯行に手を染めるんだ。冒頭でも言ったけど、被害者の数は彼によると、100人を超えると話しているんだ。言っていたな。それは、彼が処刑された後に出版された、自伝の、ファイナルプルース、ザ・オートビオグラフィー・オブ・ア・シリアル・キラーで、詳細が語られているんだ。ただ、そのほとんどは確認が取れておらず、実際は死刑が決まったため、執行を遅らせるためと、彼が自らの悪名を高めるために、嘘吹いただけであると考えられているよ。予言ってことか。彼の最初の被害者は、刑務所内でのヘイゼル・ブラゼルだけど、
釈放されてからの最初の殺人は、1969年9月だったと、彼は語っているんだ。彼が、幼少の時から抱えていた煩わしい感覚は、この時には悪化していたんだ。あの鉛がなんちゃらか。溶けた鉛の玉が腹の中で転がり、背骨を伝って、頭の中に入ってくるような感じ、と彼は表現しているね。全然わからねえよな。1969年9月、キャスキンスが言うには、ヒッチハイクをしていた金髪の女性を拾い、性行為に誘ったものの、その若いヒッチハイカーが、自分を笑ったことに腹を立てたことで、彼は彼女が、意識を失うまで殴り、犯し、拷問したそうなんだ。拷問までしているのか。そして、彼女の遺体を、沼地の中に沈めたそうなんだ。沼に沈めているのか。それなら遺体を、発見することはできそうだな。これは見つかっているのか？いや、見つかっていないよ。彼はこの当時のことを、俺がその時考えていたのは、思いつく限りのあらゆることを、この女にしてやろうということだったんだ、と語っているよ。彼が彼女の体に、重りをつけて沼に沈めた時、彼女はまだ生きていたそうで、現場を後にしたキャスキンスは、これまでの人生で、最高の気分だった、と振り返り、その、最初の衝動的な殺人を、後に、奇跡、一筋の光、幻のようなもの、自分自身を解放するのがとても気持ちよく、毎月楽しみにしていた、と語っているよ。どれだけ、彼にとって印象的な出来事であったかを、説明しているのか。自分自身を解放ね。そして、この一連の行いをした時に、彼をずっと悩ませていた煩わしい感覚から、解放されたことに気づいたんだ。彼はついに、それを満足させる方法を発見したことで、それ以来、それが彼の、人生の原動力となったんだ。その感覚が全く共感できないから、嘘くさいとしか思えないな。それを皮切りに、彼は人の命を奪う喜びに見入られ、煩わしい感覚の代わりに、定期的にどうにもならない感覚に支配され、それを鎮めるために人の命を、奪わなければならなかったんだ。結局、何かしらの感覚に、支配されているじゃねえかよ。その、どうにもならない感覚に支配されると、彼は車を出し、アメリカ南部の海岸沿いを通る主要道路を、運転したんだ。目当てはヒッチハイカーで、そのドライブで、多くのヒッチハイカーを拾い、そして命を奪ったそうなんだ。ヒッチハイカーは、こういう時便利だよな。どこの誰と、特定することができないし、名前を知らなくたって、何ら不自然じゃないしな。実際にやっていなくても、説得力を出すことができるもんな。犯罪に、巻き込まれている人もいるわけだし。この海岸沿いでの殺人を、キャスキンスは、沿岸殺人として分類しているんだ。この沿岸殺人こそ、彼の虚偽の犯行であると考えられているよ。キャスキンスは、1969年9月から1975年12月までの間、こうして、ヒッチハイカーの命を奪ったとしているものの、彼は犯行現場に、警察を案内することはできなかったんだ。それを彼は、思い出すのは難しい。ほとんど、顔と死体、そして私が彼らにしたことの記憶が、ごちゃ混ぜになっているからだ。数で言えば、80から90という数字が一番近い、と彼は説明したんだ。そのため、この沿岸殺人については、証拠による裏付けが取られたことが、一件もないんだ。彼の、犯行を行う際の目安となる、どうにもならない感覚はおよそ、6週間に一度の頻度で彼を支配したんだ。言い方を変えると、6週間に一度の頻度で、人の命を奪ったってことだな。そうだね。しかし、自伝の中で、6週間に一度の頻度で殺した、と語っている一方で、毎月10日までに、獲物を探し出す、という抗いがたい、強烈な衝動に駆られていた、とも語っており、矛盾が生じているんだ。条文を書いていると、最初の設定とか忘れがちだもんな。私も、小説家を目指してたことがあったが、最初、標準語のキャラクターが、気づいたら大阪弁になっていたり、寝たきりだったはずの友達の姉が、普通に元気に、お帰りなさい、って言っていたぜ。マリサに、小説家の才能はないようね。彼が言うには、自身が満足すれば相手の性別は関係なく、満足するためには、被害者をできるだけ長時間、拷問する必要があったそうだよ。性別は関係ないのか。その拷問方法は多岐にわたり、刺す、窒息させる、切断する、といった様々な方法で殺し、さらには、その肉を食らったことも語っているよ。ヘンリー・リー、ルーカスと似ているな。そして、回数を追うごとに彼の拷問の連動は、上がっていったそうだよ。マジで一緒だな。こういった事情から、この解説では実際に、彼の被害者として遺体が発見され、確認され、法執行機関の記録と、キャスキンスによる宣誓証言で、裏付けの取れているものをメインに、解説させてもらうね。わかったぜ。彼は、海岸沿いでの殺人を、週末のレクリエーションと考え、楽しむ目的以外の殺人を、真剣な殺人と呼んでいるんだ。自分の中で、明確な違いがあるのか。キャスキンスの言う、その真剣な殺人が、彼がやったとして立証されている事件だよ。なるほどな。彼の最初の、真剣な殺人における被害者は、15歳のメイ、ジャニス・カービーと、17歳の友人、パトリシア・アルソブルックの二人だったんだ。キャスキンスは、カービーを犯そうと考えており、機会を伺っていたんだ。え？メイじゃないのか？1970年11月、そんなキャスキンスにとって、絶好の機会が訪れるんだ。彼女たちは酒を飲んでおり、キャスキンスは彼女たちを家まで送るために、車を出すことになったんだ。二
二人を車に乗せると、家とは違う方向に向かっていることに、酔った彼女たちは気づかなかったんだ。代わりに、彼女たちを廃屋に連れて行き、そこで二人に、裸になるよう命じたんだ。命ってことは、これからも顔を合わせる機会があるだろうに。少年時代に、身内にそういうことをやって散々な目に遭っていたのに、学ばないよな。二人は、必死に抵抗したそうなんだけど、キャスキンスは二人を殴りつけて、意識を失わせたんだ。二人を犯した後、彼は二人を窒息させて、別々の場所に埋めたんだ。目撃者を全員始末するつもりだから、気にする必要はないのか。その前提を、すっかり忘れていたぜ。二人が、帰ってこないことを心配した両親は、警察に相談し、最後の目撃情報からギャスキンスに、事情聴取をしたんだ。彼は二人を、車に乗せたことは認めたものの、二人は途中で、数人の見知らぬ少年たちと、車で走り去ったと主張したんだ。もちろん、彼が二人に何かをしたという証拠もなく、結局二人は、家出として処理されたんだ。逮捕当初、キャスキンスは二人が薬物乱用をしていたため、激怒したと語っているんだ。なんで、犯そうとしたとかわかったんだ？彼が逮捕された後に、同じ刑務所の囚人がこれらの話を、聞いていたからだよ。そうか。刑務所ではパワーマンになるため、自分の犯罪の話をしているのか。キャスキンスは、1971年3月に再び、真剣な殺人を犯したんだ。彼の次の被害者はアフリカ系アメリカ人で、20歳のマーサ・ディックスだよ。ディックスは、キャスキンスと出会い夢中になり、彼につきまとっていたんだ。なんで、そんなにモテるんだ？ほら、最初に説明したでしょ。彼には、独特の魅力があるって。ああ、確かにそうだったな。しかし、キャスキンスはそれを、非常に迷惑に思っていたんだ。キャスキンスの生活は、犯罪でまみれているから付きまとわれると、ただただ、邪魔だろうな。彼女は友人たちに、キャスキンスと恋人同士だと偽って、自慢していたんだ。めんどくさいタイプだな。そして彼女は、キャスキンスの地雷に触れてしまったんだ。それまでは、彼女のことを面倒だとは思いつつも、のらりくらりとかわしていたんだ。どんな地雷なんだ？それは、ディックスがキャスキンスの子供を、身ごもっていると主張し始めたんだ。外堀を埋めようとしたのか？ある晩、仕事が終わった後、キャスキンスは彼女を家に呼んだんだ。そしてディックスに、薬と酒を大量に飲ませたそうなんだ。そのまま意識を失い、彼女は息を引き取ったんだ。酒と薬はやばそうだな。キャスキンスは彼女の遺体を、道端の溝に捨てたんだ。キャスキンスのこの犯行は、彼が人種差別主義者であるからと信じられたものの、彼の自伝の中で、ピーウィーの子供を、はらんじゃったと嘘をついた。彼女の嘘以外に理由はない。あいつが、大嘘つきだったからだってことを、はっきりさせておきたいんだ。俺は人種を理由に、誰かを殺したことは一度もない、と断言しているよ。まあ、犯行に男も女も、関係ないって主張しているしな。人種も関係ないとしても、納得はできるな。彼女の骨は、速攻で発見されたものの、研究のために大学に提供された際に、紛失してしまっているんだ。時々こういうことあるが、管理が甘すぎるだろ。キャスキンスが引っ越したチャールストンの家が、放火により火事になり全焼したため、1973年7月に、サウスカロライナ州、プロスペクトに引っ越しているよ。この放火犯は捕まっておらず、キャスキンスは後に、この火事を自分とは関係ないとしているものの、本当のところはわからないよ。さすがに家を燃やしても、メリットはないしな。この頃キャスキンスは、中古の霊柩車を購入し、こう書いているんだ。生きていようが、死んでいようが、何でも運びます。何を言っているんだ？彼の行きつけのバーでは、この霊柩車の購入は、格好の話題の的になったんだ。そりゃそうだよな。何を考えているのか気になるもんな。彼は人々から、なぜ霊柩車を購入したのか、こう説明しているんだ。人をたくさん殺したから、自分専用の墓地まで運ぶ、霊柩車が必要なんだ。これをみんな、ジョークだと考えていたんだな。そうだね。街中では、彼は切れやすいと認知されていたものの、本当に危険な人物とは、誰も考えていなかったんだ。もちろん彼を、変わり者として避ける人もいれば、彼のことを友人だと思っている人もいたんだ。普通の人の範囲ってことだな。キャスキンスは自らを、人種差別主義者ではないと語っていたものの、彼を人種差別主義者たらしめる、犯行も存在しており、1973年6月に22歳の、ドリーン・ホープ・デンプシーと、彼女の2歳の娘、ロビン・ミシェル・デンプシーの2人を犯した後、首を絞めて命を奪ったんだ。2歳？デンプシーは、キャスキンスのカーニバル時代からの、知り合いだったんだ。かなり古い、友人じゃねえかよ。なんで知り合いなのにそんなことをしたんだ？それは彼女が、アフリカ系アメリカ人男性との間に、二度目の妊娠をしたと聞いたからだよ。ええー、そんなのどうでもいいだろ。それを気にするってことは、キャスキンスにとってその人が、気になる人であった可能性があるからじゃないのか？彼が言うには、彼女はキャスキンスに街を出て、男性と一緒に暮らすと話したそうなんだ。キャスキンスはそれを聞くと、地元のバスターミナルまで送り届けると、申し出たんだ。当然キャスキンスは、彼女をバスターミナルまで送り届けることなく、森に車を走らせ、そこで性行為を要求したそうなんだ。旧友なら疑うことなんて、ないだろうからな。ドリーンは同意したものの、キャスキンスはこともあろうか、2歳のロビンの服を脱がし始めたんだ。いやいやいや、
ドリーンは驚き、彼を止めるとジャスキンスは激怒し、ハンマーでドリーンを殴りつけ、二人を犯し、絞殺し、二人を一緒に、家の近くの沼に沈めたんだ。逮捕後、彼は2歳の、ロビンへの性的暴行などの話を全て隠した上で、犯行を自白したんだ。一応、隠しているんだな。ジャスキンスは、自伝の中で真実を隠したことを、俺がドリーンとロビンを殺したのは、ドリーンが黒人とやったこと、黒人との子供を産んだからだ。そう言ったのは、刑務所に戻ることになったからだ。そういえば取り調べの連中や、刑務所にいる白人の受刑者も、俺の言うことを信じるだろう。ここにいる限り、本当のことは口が裂けても言えない。この俺が、2歳の子供を犯したなんてことが知られたら、そこにいる囚人からは敬意を向けられなくなる。どんな箔がつこうとも、優位な立場や敬意がない状態で、刑務所で生きていくのは、死ぬよりも辛い。男にとっては、自身の評判こそが全てなんだ、と語っているよ。彼の中では、自分の評価が全てなんだな。もちろん、刑務所での過ごしやすさを維持したい、というのもあるだろうが、何も持っていないからこそ、そういったものに固執するんだろうな。彼は、ロビン・ミシェルへの残忍な暴行を、人生最高の性行為だった、と回想しているんだ。気色悪すぎるぜ。彼の次の犯行は、1974年6月に行われたんだ。被害者は36歳の、ジョニー・セラーズという人物で、彼は自動車の窃盗団の一人だったんだ。窃盗団。そしてジャスキンスも、その自動車窃盗団に関与していたんだ。やはりジャスキンスは、犯罪以外で生計を立てることが、できないんだろうな。セラーズはジャスキンスと一緒に、一隻のボートを盗み、それを売っていた分の代金を分け前として、ジャスキンスに要求したんだ。しかしジャスキンスは、それを無視したんだ。は？嘘だろ？そして、セラーズが警察に、自分の犯罪を告発するのではないかと恐れるようになり、金を払うとセラーズを森に誘い込み、銃で撃ち殺害したんだ。いやいやいや、そんな心配をしなくて済むように、分け前を渡すんだろ？そして彼はセラーズを装って、彼の恋人である22歳の、ジェシー・ユース・ジュディを森に誘い出したんだ。え？それで終わりじゃないのか？ジャスキンスは、セラーズの失踪の発覚を遅らせるために、彼女であるジュディを殺害することを、決心していたんだ。確かに恋人か家族が、最も失踪に気づくのが早いだろうが、思ってもやるか普通？普通じゃないからね。そうでした。何も知らない彼女を、セラーズの元に連れて行き、背後からナイフを突き刺し殺害し、セラーズと一緒に彼女を埋めたんだ。彼は逮捕後に、セラーズについて、金に汚い野郎だったと語っているよ。いや、金のためにやっているんだから、当たり前なんだよな。しかも、犯罪をして生計を立てるような人間が、間違ってもそんなこと言えないだろ。こういうところからも、ジャスキンスの利己主義な面が伺えるな。なお、ジュディには、夫のジェームズ・ジュディがいるんだ。セラーズの彼女なんじゃないのか？彼女の不倫相手が、セラーズだったんだね。オーフ、夫がいるなら、遅かれ早かれ、異変に気づかれるじゃねえかよ。それが、そうでもないんだ。彼は妻の失踪を、警察に通報しなかったんだ。は？なんでだよ？それに関しては、なぜかはわからないわ。ただ、不倫をしているくらいだし、夫婦仲が冷え切っていたとか、そういう可能性は考えられるわね。確かにそうか。いなくなったなら、それでも構わないというか、深く考えては、いなかったんだろうな。この彼の無関心は、その後彼の人生を、大きく左右することとなるんだ。なんかあったんだな。1974年、12月、彼は自分の生き方を理解したようで、自分の欲求を満たす日常に、満足感を得ていたんだ。この時を、私が覚えている中で、最も幸せで平和なものだった、と彼は回想しているよ。常に不安定だった自分の生き方を、やっと確立できたと、感じていたんだろうな。1975年になると、彼は前科者のウォルター・ニーリーと、一緒に行動するようになるんだ。そしてニーリーは、過去誰よりもジャスキンスの信用を勝ち取ることに、成功していたんだ。やっぱり、類は友を呼ぶっていうもんな。他の人々と、何が違うんだ？それに関しても謎だよ。ただ、ジャスキンスはニーリーに、自分の犯罪を話しており、彼だけは命を奪われることはなかったんだ。これは気まぐれなのか？彼は自白の際に、ニーリーに関して、あいつは頭が良くなかったが、忠誠心や友情を感じていた。私の頼みなら何でも聞いてくれた、と語っているよ。こういった人間でも、友情とかを感じるんだな。ジャスキンスは、多くの強盗などの犯罪を、ニーリーと共に行っているんだ。例えば二人でバンを一緒に盗んだ時、ジャスキンスはニーリーに車の運転を任せ、ガレージまで運ばせ、収賄で売るために、車をカスタマイズし、再塗装したりしているよ。自営業の社長と、社員みたいな感じだな。そして彼は1975年、2月、再び犯行に手を染めるんだ。その犯行は今までのように、自分のためのものではなく、依頼されて行ったものだったんだ。依頼？ヒットマンってことか？その依頼内容は、フローレンス軍の裕福な農夫である、45歳のサイラス・イエイツの殺害を請け負う、というものだったんだ。なんでそうなったんだ？そうなった経緯が、27歳のスザンヌ・キッパーが、恋人であるジョン・オーエンスに、車や2頭の馬などをプレゼントしたそうなんだけど、それをイエイツが盗んだためだったんだ。車と馬？めちゃくちゃすごいプレゼントだな。オーエンスがそれを、友人のジョン・パウエルに、相談したんだ。そしてパウエルが、ジャスキンスにこの話をしたんだ。
パウエルとキャスキンスが、繋がっていたんだな。ジョン・パウエルは、キッパー、オーウェンスと、キャスキンスの仲介人となり、すべてのやり取りを仲介したんだ。キャスキンスは、この依頼を持ちかけられ、1500ドルを受け取ったんだ。1500ドルで、人の命を奪うってマジか。リスクに合ってなさすぎるだろ。キャスキンスが、大した金を持ったことがないから、そんなはした金で、受け負ってしまったんだろうな。キャスキンスは、ウォルター・ニーリーの元妻、ダイアン・ニーリーに協力を仰ぎ、1975年2月12日の夜、車が動かなくなったから見てほしいと、イエーツを家から誘い出したんだ。使えるものは、何でも使うんだな。キャスキンスは、暗闇で待ち伏せし、ダイアンについてきたイエーツを銃で脅し、拉致し、森に連れ込んだんだ。そこには、パウエルとオーウェンズが待ち構えており、キャスキンスがイエーツをナイフで刺し、命を奪うのを見届けたんだ。本当にやってしまったんだな。その後、パウエルとオーウェンズ、ダイアン、キャスキンスの4人が、遺体を埋めたんだ。でもこれって、目撃者になっちゃうんじゃないのか？鑑識の結果では、イエーツの殺害に用いられた凶器は、ナイフによるものと見られているが、キャスキンスは死闘による殺傷だと、話していたそうだよ。いやいやいや、それは意味わからん。恐ろしく早い死闘、俺でなきゃ見逃しちゃうね。ってことか？キッパーはその後、オーウェンスと結婚したものの、キャスキンスはこの依頼を、警察に話すぞと脅し、彼女に性行為を強要しているんだ。お前が脅すのかよ。ダイアン・ニーリーはその時、付き合っている男性がいたんだ。その男性は、エイブリー・ハワードという、35歳の前科者だよ。それがどうしたんだ？ダイアンはキャスキンスの殺人を、ハワードに話してしまったんだ。障子に目あり、壁に耳ありだな。そして、ハワードはこともあろうか、キャスキンスに近づき、5000ドルの口止め料を要求したんだ。登場人物、全員悪人だな。まずい相手を、ゆすってしまったんじゃないのか？金で人の命を奪える相手を脅すってことは、その矛先が、自分に向く可能性があるということなのでは？キャスキンスは、プロスペクト郊外の森で1975年4月10日、ハワードと落ち合い、現金を持ってくることに同意したんだ。おとなしく金を渡すのか？当日、ダイアンとハワードは、大金が手に入ると和気あいあいと、キャスキンスが指定した場所に到着したんだ。大金が手に入るんだもんな。そして、誰もいない郊外の森に、2発の銃声が響いたんだ。キャスキンスが、2人を銃殺したんだ。やっぱそうなるんすね。こうしてキャスキンスは、問題が解決したと胸を撫で下ろしたんだ。胸を撫で下ろすってことは、もう、バレるっていう思考はないんだな。絶対に、バレることがないって考えているから、こうして警察の追及を度外視して、安心できるんだろうな。普通だったら、さらなるリスクを抱えてしまい、不安でいても立ってもいられないだろうに。次の被害者は、13歳の、キム・ゲルキンズという少女で、彼はキャスキンスの友人だったんだ。キャスキンスは、彼女に性行為をしないかと誘ったものの、ゲルキンズは拒否したんだ。それに激高したキャスキンスは、彼女を犯し、拷問し、絞め殺すという、彼のいつも通りのスタイルで命を奪い、遺体を森に埋めたんだ。13歳って、結婚相手も、総じて幼い女性だったし、ロリコンだったのか？きっと自分には、何の魅力もなく、何も持っていないから、同年代や、年上の女性には相手にされず、自分より若い女性なんだろうな。1975年10月10日、ダイアン・ニーリーの弟で、25歳のデニス・ベラミーと、15歳のエボ兄弟の弟、ジョニー・ナイトが、キャスキンスによって命を奪われたんだ。ってことは、ウォルター・ニーリーの、義理の弟ってことだよな？そうなるね。ジョニー・ナイトとデニス・ベラミーは、キャスキンスの、盗難車などを修理したり塗装したりするガレージに忍び込み、盗みを働いたんだ。オフ。それをキャスキンスが知ったため、ベラミーを自宅近くの森に呼び、背後から銃で撃ったんだ。友人の義理の弟でも、関係なしか。ジョニー・ナイトは、兄を監禁したと言われたため、キャスキンスの後をついていき、同じ場所に誘導され、ナイトと同じように命を奪われたんだ。これ、どうやって捕まるんだ？なんか、捕まるビジョンが浮かばないぜ。キャスキンスは、ウォルター・ニーリーを連れて、二人の遺体の元に、案内したんだ。そして、二人を埋葬するのを手伝わせたんだ。ニーリーが、殺人について手伝うのは、これが初めてか？そうなるね。彼はそこでついに、今までの自分の犯罪をニーリーに話し、その被害者の多くが、この場所に埋められていると教えたんだ。そこまで教えるの？今までキャスキンスが、このように心を許した人物はおらず、なぜニーリーが、このように信頼されていたかは謎だよ。とにもかくにも、キャスキンスはニーリーに、危害を加えることはなかったんだ。1975年、10月後半には、キム・ゲルキンズの両親は娘の失踪について、警察にキャスキンスが怪しいと通報しており、警察は秘密裏に、キャスキンスの調査を始めたんだ。お？まさかこれで？その結果、キャスキンスと彼女が、頻繁に一緒にいるところを目撃されており、警察はキャスキンスが、この失踪事件に関与しているとの見方を示していたんだ。そして、警察が令状を取り、キャスキンスのアパートを捜索した結果、ゲルキンズが着ていた衣服がクローゼットから発見され、キャスキンスは未成年者非行助長罪で、起訴されたんだ。ついにか。ってあれ？殺人罪ではないのか？さすがに、殺人罪を立証することができなかったから、仕方なしに未成年者非行助長罪で、起訴した形だね。令状まで取っているもんな。
1975年11月14日、彼が留置所から家に戻ると、警察が自宅周辺に張り込んでいたんだ。さらなる証拠を見つけようとしているんだな。キャスキンスはそれに気づくと、警察に見つからないように、逃げるためにバスターミナルに向かったんだ。いつもそうやって、逃げ続けてきたもんな。しかし、出発する直前に、警官に捕まったんだ。おお、よかったぜ。保釈金を支払うこともできなかったため、キャスキンスは、3週間再び留置場に拘束されたんだ。それでも彼を、殺人で逮捕することはできないよな。しかし、この交流をきっかけに、事態は急展開を迎えるんだ。お？キャスキンスが交流されたということについて、本人は、些細なこととしか考えていなかったんだ。まあ、キャスキンスにとっては、慣れたもんだよな。しかし、コアク島のニーリーは、そうではなかったんだ。あ、ニーリーはキャスキンスが、なぜ交流されたのかを知る術はなく、いつ警察の捜査の矛先が自分に向かうのか、もし、自分が捕まったらどうなるか、その精神的負担は相当なもので、ついに彼は、牧師に懺悔をするんだ。そして、その牧師からの助言で、警察に全てを話すことを決心したんだ。おーおーおー、そうか、こういう場合って、直近の犯罪行為などを想定するだろうから。ニーリーは、キャスキンスが捕まった原因が、直近の殺人ではないかと考えたんだろうな。そして、キャスキンスがもしかしたら、自分のことも話すのだろうかと考え始めたら、相当きついだろうな。犯行の際に、何かやらかして捕まるもんかと思っていたが、こういう形で捕まるのか。12月10日、ニーリーは自らの足で警察署を訪れ、自らが見たことを話し、キャスキンスを告発したんだ。また、キャスキンスから聞いていた、過去5年間に、行方不明者としてリストアップされていた数人を挙げ、キャスキンスの被害者であると告げ、その埋葬場所を、警察に打ち明けたんだ。ニーリーを信用したことで、歯車が狂ったのか。今から、発掘の資料を掲示するけど、たくさんあるため、場面に関係なく掲示するから、そこのところよろしくね。そんなにあるのか。翌日ニーリーは警察を引き連れ、被害者を埋めたプロスペクトにある、キャスキンスの自宅近くまで、警察を案内し、12月4日に、被害者のベラミーとナイトが発掘されたんだ。その翌日には、セラーズ、ジュディ、ハワード、ダイアン、ドリーンとその子供の、ロビンの遺体が見つかったんだ。こうして、共犯者として、ニーリーも逮捕されたんだ。同じ場所に埋めていたのか。キャスキンスはこれについて、追及を受けるも、知らぬ存ぜぬで逃走としているんだ。彼は、逃げられないと認めた時のことを、こう振り返っているんだ。ニーリーにはイエスが、検視官には死体があり、そして私には法律があった。ウォルターが懺悔し、犯行が発覚し、検察官が遺体を見つけ、キャスキンスの犯行であると決定づけ、キャスキンスが法律で裁かれる。うまいこと言うじゃねえか。遺体は見つかったとしても、キャスキンスは相変わらずそれらの犯行を否定しており、彼を第一級殺人で起訴することが、難しい状況だったんだ。遺体が見つかったのになんでだ？実際に遺体が見つかり、ニーリーが証言しているものの、キャスキンスは一切認めることはなく、彼の犯行であるという、決定的な証拠が見つかっていないからだよ。ああ、面倒だな。しかし担当検事である、ケネス・サマーフォード検事により、ベラミーの遺体から出た弾丸の洗浄痕が、1975年12月の彼の逮捕時に所持していた銃と一致したことで、ようやく彼をベラミー事件での第一級殺人で起訴することに成功したんだ。これでも、ベラミー事件のみなのか。1976年5月24日に開かれた裁判で、キャスキンスは無実を装い、ベラミー殺しを、ウォルター・ニーリーによるものであると主張したんだ。ベラミーもナイトも、自分が最後に見た時には生きていた。おそらく、ウォルターは二人を殺すために俺のピストルを盗み、知らないうちにそれを使ったんだろう。と彼は証言しているよ。あくまで、シラを切り続けるのか。陪審員たちは、5月28日、わずか47分で、キャスキンスの証言を嘘であると断定し、キャスキンスにベラミー殺人の罪で、有罪判決を下し、ダン・マック・イーチン判事は、デン・キースによる死刑を宣告したんだ。やはり死刑だよな。次に、ウォルター・ニーリーが殺人罪で、裁判にかけられたんだ。弁護士は彼を、キャスキンスのあらゆる気まぐれに屈した、バカな男と呼んでいるんだ。まあ、実際に頭が悪いよな。法律を守らないツケが、こうして回ってくるんだからな。この裁判も円滑に進み、ニーリーは全ての訴因で有罪判決を受け、終身刑を宣告されたんだ。あ、終身刑なのか。実際に、手を下しているわけでもないし、実施だし、もう少し軽いと思っていたのだが。しかし警察は、これだけで済ませることを良しとはしなかったんだ。彼を、他の殺人と紐づけるために、警察はさらなる調査を行っているんだ。実際、7人の殺人が、保有となっているんだもんな。その一環で警察は、殺害されたジェシー・ジュディの夫である、ジェームズ・ジュディを、一件の殺人罪で拘留したんだ。え？なんでだ？警察は、妻がいなくなったにもかかわらず、それを通報しなかったことで、彼が不倫している妻ジェシーと、セラーズを殺すために、キャスキンスを雇ったと考えたんだ。そういえば、妻が帰ってこないことを通報しなかったから、彼の人生を大きく左右するって言ってたもんな。彼が裁判に立つことが決まり、陪審が警察の考えに同意してしまえば、自分はデン・キースに送られるかもしれないと、ジェームズは考えたんだ。デン・キース？
パニックに陥ったジェームズは、ジェシーの殺害には全く関与していないにもかかわらず、司法取引を提案したんだ。その内容は、終身刑と引き換えに罪を認め、刑期を全うするというものだよ。は？こうして彼は、妻ジェシーを殺害した罪で、終身刑を言い渡されたんだ。ありえない。マジかよ。さすがにこれは、ちょっと同情してしまうな。キャスキンスは死刑囚となったものの、彼に転機が訪れるんだ。もうさすがに、死刑は覆らないだろ？彼は、5月28日に有罪が確定し、死刑を宣告されたものの、その後、1976年11月に、死刑に関する裁定が、アメリカ合衆国最高裁判所のガイドラインに、準拠するように変更されたため、彼の死刑は、その変更の影響を受け、死刑から終身刑に減刑されたんだ。え？どういうことだ？サウスカロライナや、他の州の死刑に関する裁定は、当時の死刑制度に関する問題を、指摘されていたんだ。だから、州によって基準をバラバラにしないで、最高裁判所の指針に合わせようとなったんだね。なるほどな。その死刑の基準は厳しく、キャスキンスはその基準でいくと、終身刑が妥当ということになったんだ。だから減刑されたのか。そして、キャスキンスの弁護士は、係争中の7件の殺人容疑による死刑判決を避けるため、検察側と取引するよう彼に求めたんだ。取引？どうして？この裁定が、もしかしたらまた変わる可能性があるから、今のうちに全ての罪を認め、自白をしてくれたら、このガイドラインにのっとり死刑はなくなるよ。だから喋っちゃおうよ。ってことだね。そういうことか。キャスキンスはこれに同意し、死刑判決を避けるために、さらに7件の殺人を自白したんだ。さらに彼は、ここぞとばかりに見つかっていないジャニスや、アルスブルックや、ペルキンス、イエーツの殺人を自白し、10連続の終身刑を言い渡されたんだ。死刑よりはマシだもんな。実際、この判断は大正解で、死刑の基準が緩和されているんだ。もしもこの後に、犯行を裏付ける証拠が見つかったり、自白をしていたら死刑となっていたよ。わお。悪運が強い男だな。彼は獄中で、悪名高い評判のために一目置かれ、他の受刑者たちから受ける、横領な扱いを楽しみ、パワーマンとして振る舞い、監視は彼をボス豚と呼んだんだ。やはり、刑務所での振る舞い方は、さすがだな。警察は彼の自白を受け、サイラス・イエイツ殺害の容疑で、事件後、結婚していたジョン・オーウェンズと、キッパー、ジョン・パウエルらと共に、キャスキンスを起訴したんだ。そういえば、依頼者ももちろん裁かれるべきだもんな。1977年4月の後半で、キャスキンスは証人として出廷し、イエイツを家からおびき出したおとりであり、パウエルとオーウェンズが殺人を犯した、と主張したんだ。こうして、3人全員に、終身刑が言い渡されたんだ。人はやめておいて、幸せになれると思うなよ。パウエルとオーウェンズは、1980年代後半に、仮釈放され、キャスキンスは、終身刑は長続きしないものもある、とコメントしているんだ。最高に、皮肉っているじゃねえか。キッパーは1990年、10月に脱獄し、1993年2月に、ミシガン州で再逮捕されるまで、逃亡生活を続けているんだ。脱獄？マジかよ。意外と、脱獄している人って多いんだな。1981年、服役中にキャスキンスは、トニー・チーモという人物に、ある囚人の暗殺を依頼されるんだ。それは、23歳のルドルフ・タイナーという、死刑囚だったんだ。え？暗殺？ルドルフ・タイナーはジョージタウン郡で、トニー・チーモの養親であるビル・ムーンと、マートル・ムーンが経営していた店に、強盗に押し入り、12ゲージのショットガンで、二人を殺害した罪で逮捕され、強盗殺人で起訴され、死刑を宣告されたんだ。死刑囚ってことは、待っていれば処刑されるのに、なんでまた？しかし、彼はこの判決を不服とし、控訴を繰り返し、死刑の延期を図り続けていたんだ。この事件はタイナーが黒人で、被害者二人は白人ということで、人種問題の側面があり、非常に慎重に扱われていたんだ。ああ、処刑を、あの手この手で延長しているのか。チーモは、両親の仇を討つべく、タイナーの早期処刑を求めたものの、こういった事情から、それらは拒否されていたんだ。気持ちはわかるが、それは難しいよな。そして彼は、司法ではなく同じ囚人に、復讐を依頼することを思いついたんだ。彼は刑務所のコネを使って、囚人にタイナーへの復讐を依頼し、周りに回って、キャスキンスにたどり着いたんだ。すごい行動力だな。キャスキンスが、他の囚人からチーモのことを知らされ、初めて面会を行った時、テープレコーダーを隠し持ち、二人の会話を録音していたんだ。後に、このテープレコーダーはチーモの裁判の際に、証拠として提出されているよ。ってことは、後でチーモを譲る気が、あったんじゃないのか？キャスキンスは、チーモに同情を示し、代価を払えば結果を保証する、と約束したんだ。対価ってどれくらいなんだ？ 2000 ドルだよ。やはりかなり安いよな。キャスキンスはこれ幸いと、タイナーの隣の棒で生活しており、キャスキンスは、パワーマンとしての側面だけではなく、壊れたパイプやトイレ、照明器具など、あらゆるものを修理することができ、囚人や看守にも重宝されており、非常に信頼され、ある程度の自由のある生活を得ていたんだ。ずっと収容されていて、刑務作業なんかをしていたし、シャバでもそういった仕事をしていたもんな。キャスキンスはタイナーに毒を盛り、暗殺をすることを計画したんだ。毒殺か。
タイナーと親しくなったジェスキンスは、タイナーにジャンクフードやマリファナ、ヘロインを振る舞い、タイナーからの信頼を得たんだ。それからというもの、タイナーは疑うことなくジェスキンスからの贈り物を受け取り、もっと欲しいと懇願したんだ。いつも思うんだが、海外の刑務所ってそういうのが手に入るのすごいよな。だから、金が必要なんだとは思うが。チーモは外部から、馬を殺せるほど強い毒をジェスキンスに渡し、彼は毒をキャンディと混ぜ、一箱渡したものの、タイナーはただ腹痛に苦しんだだけで、命を奪うほどではなかったんだ。つまり、失敗したんだな。それから12ヶ月間、ジェスキンスは毒を増やしたりなど試行錯誤し、こういった行為を5回繰り返しが、すべて命を奪うほどではなかったんだ。かなり、長期間に及んだんだな。体質で、毒が効きにくかったのか？タイナーは、毒を盛られるたびに診療所に通い、全くジェスキンスの意図には、気づいていなかったんだ。失敗してよかったぜ。ついにジェスキンスは毒殺を諦め、爆弾を作ることにしたんだ。爆弾、刺すとかじゃダメなのか？チーモは、ジェスキンスから求められ、カウボーイブーツを差し入れとして渡したんだ。そのブーツのかかとはくり抜いてあり、配線、金具、C4 プラスチック爆弾が隠されていたんだ。刑務所で、なんで毒物を渡せるのか疑問だったが、こうやって隠して渡していたのか。ジェスキンスがこれらを手に入れると、タイナーにいつでも話せるようにと、お互いの独房間に、お手製の通信装置を設置すると説明し、通信装置を模した、プラスチックカップでできた C4 爆弾を、タイナーの独房に設置したんだ。夜でも監視にバレず、話せるようになるよってことね。修学旅行生かよ。二人は1982年、9月2日の夜に、テストを行うと約束したんだ。約束の時刻になると、タイナーはプラスチックコップを耳に押し当て、独房を隔てた壁の向こう側にいた、ジェスキンスに話しかけたんだ。電源ケーブルは、ジェスキンスの独房にダクトを通じて繋がっており、ジェスキンスが電源ケーブルをコンセントに接続すると、爆弾は爆発したんだ。タイナーの頭は吹っ飛び、即死したんだ。頭の一部は吹き飛んでおり、指も何本か、欠損するほどの威力だったんだ。ちゃんと、威力があるんだな。ジェスキンスは後に、そのスピーカーカップが彼の頭を吹き飛ばす前に、彼がスピーカーカップを通して聞いた最後の言葉は、私の笑い声だった、と語っているよ。鼻につく言い方をするよな。当初、タイナーの死は自殺として処理され、彼の思惑通り、すべてがうまくいくと考えていたんだ。ってことは、うまくいかなかったんだな。しかし、この暗殺計画には、ジェスキンスに話が行くまでに、多くの人を仲介しすぎてしまったんだ。実際に命を奪われるとなると、ジェスキンスが暗殺を成功させたと、刑務所で話題になり、その話を、看守が耳にするのは当然だったんだ。そういえば、チーモは暗殺の話を持ちかけ、回り回ってジェスキンスにたどり着いたって、ことだもんな。すぐにトニーチーモは拘束され、ジェスキンスに暗殺を依頼したことを、告白したんだ。同情はするが、してはならないことをしたんだもんな。裁判がすぐに改定し、ジェスキンスとチーモは、死刑囚暗殺の首謀者と、共犯者として起訴されたんだ。問題は、実行犯のジェスキンスがどう裁かれるかだよな。サウスカロライナは、この機会を逃さなかったんだ。彼は過去の裁判において、10回連続の終身刑として裁かれてしまったため、彼を死刑にすることはできなかったんだ。そうだよな。しかし、この犯罪に手を染めたことで、ジェスキンスを死刑に処すチャンスを得たんだ。あ、そういうことか。ジェスキンスは、タイナー殺害容疑で裁判にかけられ、ついに、本当に死刑を宣告されたんだ。おーおーおーおお。白人男性が、黒人男性の殺人で死刑判決を受けたのは、サウスカロライナ州の歴史上、初めてのことだったんだ。なんか、それについてはいろいろと、闇が深そうだな。タイナーの殺人が、再びメディアに取り上げられると彼は、アメリカで最も最低な男、と呼ばれたんだ。それに関しては、異論の余地はないな。また、トニーチーモも法廷で裁かれており、彼の裁判は同情的に行われ、8年の懲役刑を宣告されているよ。そして彼は、1986年に釈放されているよ。さすがに、終身刑とかではないか。彼は釈放されたものの、精神を病み、2001年6月10日に、薬の過剰摂取により自殺してしまったんだ。人を呪わば穴二つってところだな。ジェスキンスは、死刑囚となってから最初の3年間は、死刑囚監房ではなく、ネズミの出る隔離房で過ごしたんだ。かなり、環境は悪そうだな。彼が死刑囚となってから、他の囚人から監守に、告発があったんだ。それはジェスキンスが、自分の取り巻きに検察官の子供を誘拐させ、彼の釈放を要求するつもりだ、というものだよ。そんな人望ないだろう。しかし警察は、その報告はジェスキンスの見栄であると、判断しているんだ。実際その後、誘拐なんてことは起きなかったよ。こういうのもきっと、彼がパワーマンで居続けるためには、必要だったんだろうな。一年後、隔離房から死刑囚房へと移されたジェスキンスは、今までの独房よりもずっといいと、コメントしているよ。そんなレベルか。彼は、死刑囚となると途端に、過去の犯罪を自白したいと訴えたんだ。
こうしてギャスキンスは、100から、110の殺人を犯したと、告白したんだ。ああ、そういうことか。これが、沿岸殺人ってやつだな。そうそう。もしそれが事実なら、彼はサウスカロライナ史上、いや、アメリカ史上、最悪の殺人犯となっていただろうね。その中には、サムターのサウスカロライナ州上院議員、ジェームズ・カッティーノ・ジュニアの、13歳の娘、マーガレットの殺人も自分がやったと語ったんだ。実際どうなんだ？検察はすでに、この犯罪の犯人として、ウィリアム・ピアースを逮捕しており、終身刑を宣告していたんだ。検察側は、ギャスキンスによる少女殺害の自白は、単なる売名行為であると主張し、彼の自白は却下されているんだ。つまり、そういうことだよな。これに対してギャスキンスは、なんでこの俺が、売名行為なんてする必要があるんだ？とコメントしているんだ。売名ではなくとも、処刑の延期とか、メリットしかないからな。これらの殺人については議論され、最初こそ彼の自白が検証されたものの、一切、証拠などが見つからなかったことから、今日では、死刑を延期するために、自分のやっていないような事件ですら、自分がやったと語り、架空の犯罪をでっち上げ、自分の悪評を得るための試みであった、と考えられているよ。そのため、これらの犯行の自白において、時間をわずかに稼いだだけで、その後は自白も相手にされなくなったんだ。もし自白をするなら、おそらく最初に、自白をした段階でするよな。死刑が決まってから、こうやって急に、自白を始めるというのが嘘くさいぜ。それくらい彼の話は、何の根拠もなく突拍子もないと、考えられているんだ。なるほどな。自白で時間を稼げないとなると、彼は死刑を不服とし告訴しているものの、これらも多少の時間を稼いだだけで、彼の死刑を覆すことはなかったんだ。できることを、いろいろとやっているんだな。キャスキンスの処刑は、1991年、9月6日に、設定されたんだ。キャスキンスは処刑の日が決まると、犯罪者のアイテムコレクターに売るために、絵を描いたり、作家、ウィルトン・アールのために、式を描いたりなどして過ごしたんだ。この式は、彼の処刑後の1993年に、ファイナル・プルースとして出版されているよ。このタイミングで、自伝を書いたんだな。1990年、キャスキンスは処刑の準備のために、コロンビア郊外のブロードリバー強制施設に、移ったんだ。刻一刻と近づいてきているな。連邦最高裁判所は、1991年6月、彼の最後の上告を棄却し、ついに彼は処刑をおとなしく、待つのみとなったんだ。死が近づくにつれ、キャスキンスは、死んでも構わない。とんでもなく充実した、いい人生を送ってきた。私は、神と同じ道を歩んできた。命を奪い、人を恐れさせることで、私は神と同等になった。他人を殺すことで、私は自分の主人になった。自分の力によって、自分の贖罪に至る、とコメントしているよ。よく言うよな。できる限りの延命処置を、しようとしているくせに。見えっ張りな、性格なんだろうな。ウィルトン・アールに送った式には、彼らが私を死刑にするとき、私は人生の自由と喜びを思い出しながら、死ぬだろう。私の後を継ぐ者が現れ、そのほとんどが捕まることはないだろう。と綴っているよ。根っからの犯罪者だな。1991年、9月6日、処刑当日、キャスキンスはカミソリで、自分の手首を深く切りつけたんだ。電気椅子が怖くて、その前に自殺をしようとしたのか？いや、怪我をして、死刑を延期させようとしたんだね。本当に、しょうもない奴だな。大層なことを言っているだけに、情けないぜ。当然それは、無駄に痛みを味わっただけで、刑務所の医者が傷を縫合し、予定通り処刑は行われたんだ。当たり前だろ。こうして1991年、9月6日、午前1時5分、弁護士に代弁してもらう。もう準備はできている、と彼は最後の言葉を残し、電気椅子で処刑されたんだ。本当に逮捕後も、いろいろとありすぎたな。彼の処刑日には、刑務所の周りに群衆が集まり、まるでイベントのように騒ぎ立てたんだ。彼らは処刑が終わり、今度は自分が霊柩車で運ばれることになったギャスキンスを、見送ったんだ。今まで自分が、霊柩車で運ぶ側だったもんな。ミイラ取りが、ミイラになったってか？ギャスキンスの骨は、娘のシャーリーが引き取り、家の裏の森に撒かれたんだ。彼女は、父は、ここに埋葬してほしいと言っていた。ここは父の古巣だった。でも、埋葬できなかったから。だから埋いた。父の遺体を盗もうとする人々がいたから父を悪魔の剣だと言って崇拝したかっていた。そうか。こんなことをしでかした人間だもんな。悪魔崇拝者たちが欲しがるのもわかる気がするぜ。さて、これでドナルド・ギャスキンスの解説は終わりよ。今回もすごいやつだったな。でも少し悲しい気持ちになってしまったんだよな。小さい頃から愛を知らず、きっと心の中が空っぽだったんだろうな。女性に対する根源のわからない憎しみも、母親に愛されたかった気持ちの裏返しなんじゃないかって思えてしまうんだよな。刑務所でも奪われるだけの存在で、彼が生きるためには、奪われないために奪うしかなかったのかなって。真っ当な生き方を知らず、もし彼にしるべを示す人間がいたならって、思ってしまうぜ。なんか、どっと疲れたぜ。お疲れ様。それじゃあ帰って、さっさと寝なさい。へいへい。寒くなってきたから、お腹出して寝ちゃダメよ。カップ麺とかパスタとかじゃなくて、たまにはちゃんとしたものも食べなさいよ。うっせえな、ママかよ。心配してくれるなんて、どういう風の吹き回しだ？素直に嬉しいぜ。
次は長編にしようと思っているから、体調を壊されると困るのよ。普通に心配してくれよ。じゃあ、あまり長くしてもあれだし、そろそろ解散。はいはい。長い時間、ご視聴ありがとうだぜ。もし良いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメントいただけたら嬉しいわ。それじゃあみんな、またね。